どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。さあこのガズレレ YouTube チャンネルはどんな方でもあっという間にこのちっちゃいウクレレで皆さんの大好きな曲弾いて歌う弾き語りができるようになりますよ、ということで日々簡単レッスン動画を公開しております。今日も張り切ってレッスンスタートしていきます。今日取り上げる曲はこちら、ドン、コンプレックスの恋を止めないでやっていきましょう。コンプレックスといえばつい先日東京ドーム公演がもうめちゃめちゃ盛り上がったということで、ガズレレ仲間さんも何人も行かれたというねご報告を受けてるんですけど、まあこれやるしかないでしょう。恋を止めないで、もう全開ロック 100%、 もうなんかもうほとばしるエネルギーとともにこのちっちゃいウクレレで再現していきましょう。やったー。はい、本日はですねこの G ラブのブラックビューティーモデルのウクレレとシンプル簡単バージョンでは初めてウクレレを使ってレッスンスタートしていこうと思います。ただいまいつも使ってるこの G ラブのウクレレたち大好評で販売予約受付期間真っ最中でございます。もうめちゃくちゃいいウクレレですからね、ぜひチェックしてください。ガズモデルには新色も登場してます。詳細概要欄に貼っとくんですけど、このイベントともちょっと紐付いてます。5月25つまり明日なんですけど G ラブ祭り、ここにも書いてあるように総額100万円が当たるすごいねオンラインイベント、参加条件は G ラボウクレレのユーザーであればどなたでも参加できるということで、もちろんあの予約の段階の方もね参加できるんでね、ぜひあのこれの詳細とか申し込み方法を概要欄に貼っておくんで参加してください。さあレッスンを始めていきましょう。いつものようにですね2バージョンでいきます。最初のバージョンは初心者さんでもなるべく簡単にできるようにしているガズレレ流超シンプル簡単バージョンをゆっくりめでやります。とはいってもこの曲やっぱりグイグイいく勢いが大切になりますから、歌でもねこれロックを表現していきましょう。後半はかっこいいバージョン。かっこいいバージョンはなんといってもあの疾走感も抜群のリズムドライブ感、これをウクレレ1本でどこまで再現するかということで、今日いくつかの方法をちょっとねシェアしたいと思うんですけど、はい、2バージョン最後までご覧になってください。さあ皆さんまずは音楽を始めましょう。今のところでちょっとお勉強していただいて、これからどんどん自分のね大好きな曲を聴くだけじゃなくて歌う、弾く、これをやっていただけるすごいことになると思います。はい、ぜひガズレレで音楽を始めてください。さあそれでは早速レッスンスタートしていきましょう。さあそれでは早速レッスン始めていきましょう。コンプレックスの恋を止めないで、ガズレレ流シンプル簡単バージョンゆっくりとやってみる。 1,2,3,4。
コンプレックス声を止めないでガズレレ流シンプル簡単バージョンやってみました。いやー、ついですね、あのサビの Don't stop my love、 これはもう大熱唱したやつです。はい、魂込めて歌っていきましょう。今聴いていただいて分かったと思うんですけど、ガズレレオリジナルショートカットアレンジバージョンです。1番やって、2番やって、サビやって、で、2番のサビをやって終わったということです。フルコーラスやってみたいなという方も、まずはこのガズレレバージョンを練習してください。今のガズレレバージョンで一応、この曲の全てが網羅されてるんで、あとはですね、繰り返しみたいな感じで、コードを書いて、2番、3番の歌詞を書き加えるとね、フルコーラスの楽譜ができると思うんで、まずガズレレバージョンで練習して、慣れてきたら、フルコーラスにも挑戦していただければというふうに思います。結構この曲繰り返しが多かったんでですね、いけると思いますよ。はい、でね、ガズレレの動画には歌詞とコードが出てますから、それ見ながらウクレレをこう練習してもらって、まず1個目のゴール設定としては、今やったシンプル簡単バージョンのガズさんの演奏と一緒にできたら素晴らしい、1個目のゴール達成でいいと思います。これもね、ノリ、言葉のリズムがね、あの A メロとかですね、お前みたいにそんな綺麗事ばかり考えたら、言葉のノリがめちゃくちゃいいんですよ。これちゃんとテンポにドライブ感合わせて歌う、これ結構ポイントになりますからね。はい、その辺もしっかりこう合わせていただいて、合わせるようになった方おめでとうございます。ガズさんと一緒にできるようになった方、次のステップどんどん行きましょう。次のステップって一体何かというと、今度はですね、ガズレレ YouTube 動画を一切見ずに、皆さん一人だけで歌ってリズムを生み出して音楽を生み出す、これをやっていただきたいんですね。とはいっても最初から歌詞とコードを全部マランキするのはやっぱり難しいでしょうから、最初は楽譜練習がいいと思います。楽譜を見て何回も何回もやってるうちに覚えちゃって、太陽に向かって、夕日に向かって、夜のね、あの月に向かって歌う、こんなのが素敵だなというふうに思うんですけど、でも楽譜って言うけど、どこにあるんですか、楽譜という声が聞こえてきそうです。安心してください。今の演奏は、はい、ガズさんがこの手書きで書いているこのノート楽譜をですね、見ながら演奏してきました。見てください。今日もバッチリ書いてありますから、もうギンギンに詰まっております。これもうちょっとしたらカメラにこんな風に映して、みんなもこんな風に書いてみたらいいじゃんってことでシェアしようと思うんですけど、今ね、このサービス、ガズクラブっていうのが始まってます。このガズクラブっていうのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、日々ガズが取り上げている、ガズレッスン動画で使った、手書きのね、楽譜をですね、デジタルデータでですね、皆様にお手元に、毎月5曲、しかもお選びいただきます。もう今までガズがね、手書きで書いた楽譜はもう1000曲以上軽くありますからね。その中から5曲選べて、しかもそれを管理するね、アプリがあるんですよ。ガズクラブのメンバーだけが使えるアプリをダウンロードして、そこでね、ご活用していただけたりする画期的なサービスです。でね、このね、ガズクラブは楽譜のダウンロード以外にもね、いろいろやってます。毎月2回、ガズクラブメンバーだけが参加できる大セッション大会ガズ音が行われていたり、皆さんの演奏を発表できる場所がね、あちこちにあったりとですね、かなり面白いクラブ活動になってます。ぜひご注目ください。そしてこのガズクラブとはちょっと違うんですけど、ガズレレ大学っていうのもやってます。こっちは YouTube のメンバーシッププログラムというのをやってまして、 YouTube のライブ配信による生配信を毎週2回行われております。こっちは大学なんで、16ビートの茶とかカッティングとかできるぐらいの方が入ってきていただけると、めちゃくちゃ濃厚でどんどんレベルアップできるすごいプログラムになってますからね。毎月課題曲を決めて、もう生でもうチャットでやり取りしながらね、どんどん深めていく、すごい面白い体験になると思います。あと毎朝7時半からガズラジというラジオ配信やってます。スタンド FM という誰でも無料で聴けるラジオアプリで、7時半からやってますけど、いつでも聴けますよ。はい、めちゃくちゃいいこと喋ってます。何かヒントがたくさんあると思うんで、ぜひ聞いていただきたいと思います。今言ったこちら辺のことですね、概要欄にまとめて貼ってあるんで、興味ある方ぜひ入ってきてください。それでは楽譜を見ていきましょう。恋を止めないで、もうコンプレックスのもうドライブ感満載の、名曲でございます。はい、見ていきましょう。今日ね、ワンブロックをこうちっちゃく書いてます。こうロックの曲ってこのね、こう、なんつうのかな、この、1、2、3、4、1、2、3って、このドライブ感満載で結構どんどん進んでいくんでね。それをその楽譜上でも表現したっていうことなんですけど、ちょっとだから、この、ワンブロックはちっちゃいんで、この言葉のね、点のポイントが結構、今日は重要になると思います。はい、こんな感じで映しておきます。これイントロね。デレレデレレデレデデレデデレデってやつですね。で、ここ、ツタタタタタって書いてある。こういうのいろいろ書いてあるじゃないですか。これかっこいいバージョンで、ここおかずと言ってね、いろいろちょっとね、かっこいいね、アレンジを加えております。後で解説していきます。ひとまずはこうやって映しておくので、一時停止して、ノートに書いてください。まずはイントロ A1B まで。って感じかな。一時停止で、今紹介させてもらったガズクラブで、この今映ってるこのガズノートのデジタルデータ、お手元にダウンロードしてもらってご活用いただけるのもめちゃくちゃ有効です。今も言いましたけど、ガズのノートの特徴はこの歌詞の埋める点とか、この V ですね、これがめちゃくちゃね、テンポがわかるんですよ。ちょっとやってみましょう。ワン、ツー、スリー、フォー、うん、夜のデートは危険すぎるからなんて、わかる、
これ給付です。この V マークは。うん、夜のデ、デートの時に E マイナー7。デートは聞け。剣の時に A マイナー。危険すぎるからな、かで E マイナー7。こんな感じでね、リズムが分かるようになってます。あと、歌詞カードには出てこない、これ伸ばすところ。これかなり参考になりますからですね。ぜひガズクラブに入っていただいて、ゲットしていただくのもめっちゃおすすめですが、お時間ある方は、こうやって写しとくので、一時停止で帰っていってください。まずは1番 AB。はい。で、次、2番の AB。同じですね、コード進行は。歌詞のね、ノリがやっぱり大事。ここの A メロ、A メロと B メロはね、歌のドライブ感かなりキーポイントになります。はい。で、ここがもう最後、サビです。これ1番のサビなんですけど、これ2番のサビを付け加えて、オリジナルのアレンジになってます。コード進行一緒で歌詞が変わっていきますけど、ここはもう歌いたいやつですよね。熱唱しましょう。ちなみにこれ原曲キーですから。いやー、吉川晃司さんと同じ、あの CD に合わせて演奏できまーす。はい。じゃあ、ちょっと出てくるコード見ていきましょう。今日コード7個ですよ。言っていきます。CAm、FdmD7、Gm、Em7。もう気持ち悪い、もうこれはね、気持ち良いロックのね、もう疾走感。まさにシンプル&ストレート。これ今映ってるのめちゃくちゃ簡単コードですからですね。安心してください。このガズレレ必須コードのグループのメンバーになってます。このガズレレ必須コードというのは一体何かというと、初心者の方に覚えてほしい入門コード10個のグループです。10個も覚えなきゃいけねえのと思うかもしれないですけど、1個ずつ見たらもうめちゃめちゃ簡単。なんだけど、いっぺんにドーンと10個覚えようと思うと頭の中ごちゃごちゃにね、もう混乱しちゃうんで。そこで私が皆さんの頭の中にすごいこうスイスイ覚えられるめちゃめちゃいい動画が撮ってます。概要欄に、その動画の、ね、URL 貼っておくので、ぜひそこでお勉強してみてください。はい、それではかっこいいバージョンの解説に入っていきましょう。コードもですね、あのかっこいいバージョン一緒なんですよ。で、ほんとシンプルでストレート、もう疾走感満載パワフルソング、これをやっぱり歌にも表現していきたいですね。で、あのさっきも言ったけど、これ歌のね、あの言葉のタイミングとドライブ感、さあ最初のところやってみると、ワン、ツー、スリー、フォー、うん、夜のデートは危険すぎるからなんて、このなんだかなんだか、このなんつうのか、言葉のリズムなんですね。だからどうしたお前の気持ちだろう、この言葉のパンパパンパンみたいな、このタイミングすごい大事です。そのドアを力いっぱい閉めれば、なんかこう畳みかけてくるこの歌い方ですね。特に2番がすごい。お前みたいにそんな綺麗事ばかり考えたらと、B メロももう出かける時間だろ、この畳みかけてくる、こう押し寄せてくる言葉のドライブ感、しっかり唇柔らかくしてね、なんかこうノリノリで歌う、これを心掛けてください。そこでまたドライブ感が出るわけです。かっこいいバージョンはここでまたね、リズムが加わりますから。はい、今からじゃあリズムの解説していきましょう。コードはだから同じで、出てくるリズム解説こちらです。ドン !8 ビートのチャ、こちらのリズムでいこうと思うんですけど、今日はちょっとですね、今日のかっこいいバージョン、声を止めないでガズレレバージョンは、8ビートのチャで最初から最後までやる予定にしております。がです。ちょっとよりね、パワーアップしたい方のために、ちょっとね、もっとかっこいい弾き方も軽く紹介します。なんで基本的には今日は8ビートのチャのレッスン動画ですが、ちょっとこの後やっちゃいましょうかね。この後ね、ちょっと紹介したいリズムが、ブリッジミュートとこのカッティングですね。あ、でもメインでもカッティングは出てくるかな。8ビートのチャとカッティングです、今日出てくるのは。はい。で、この8ビートのチャのカッティングの、解説は概要欄に貼ってある、ウクレレでできるいろんなリズムの紹介のところの URL に、それぞれの濃厚解説レッスン動画が貼ってありますんで、そこ見てくださいと。で、今日は、ちょっと特別編として、この、ブリッジミュートを使った、A メルとかをちょっと紹介したいなと思うんですね。これ本番は今日やりませんよ。これちょっと難しいから。このブリッジミュートのやり方もさっきのね、概要欄に貼ってあるリズムのいろいろなところに出てくるんですけど、ちょっとまず A メロを歌ってみましょうか。やってみます。ワン、ツー、スリー、フォー。夜のデートは危険すぎるからなんて。これが8ビートのチャです。かっこいいでしょ。ダッチャタツタチャカトン、チャタツタチャカトン、チャタツタチャカトン、チャタツタ。これ今日はいきますからね。これドライブ感満載、もうガズレレでも一番出てくるリズム、8ビートのチャ。これ最初から最後までドライブ感満載でいくんで、早くならないように注意。で、今日ちょっとご紹介したいのがですね、このブリッジミュートを使ったのとカッティングを使った2つのね、ここの弾き方です。今日はやりませんけど。まずブリッジミュートです。ワン、ツー、スリー、フォー。夜のデートは危険すぎるからなんて。だからどうしたお前の、こんな感じです。ダー、ツクツク、ダー、ダー、ツクツク、ダー、ダー、ツクツク、ダー、ダー。ミュート。ブリッジミュート。ここのね、白いところでこう手をここに当てて、ダーツグズグ、ダーダーツグズ
これが、布袋さんが弾いているような感じのかっこいいやつなんですね。これブリッジビート、これができるとほんとすごいかっこいいね。このブリッジビートって難しいんですよ。ちょっとくすぶってる感じ。はい、じゃこの分かる、これが、やってみたいなという方は、さっきも言った概要欄に貼ってあるブリッジミュートのね、解説しっかり見て、ここで止めるんですからね。ここで、ここにこうやって押し当てといて、これがブリッジミュートです。あともう一個、カッティングを使ったフレーズもちょっと紹介しましょう、一応。ワン、ツー、スリー、フォー。夜のデートは危険すぎるかな。今度は今のブリッジミュートのとこカッティングするんです。これもすごいですよ。夜のデートは危険すぎるからなんで、だからどうして、こんな感じになります。ダーツクツクダーダー、はい、さっきのブリッジミートと同じタイミングですけどね。ダーズン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 ダーダーカカカカダーダーカカカカダーダー、はい、この2つ、ちょっと慣れてきたら、こういうリズムの変化を取り入れていくといいんじゃないかなと思いますが、今日のところはみんなに気持ちよくやってもらえるように8ビートのチャートで全編いきますからね。夜のデート危険すぎるからな、これでグイグイいきましょう。かっこいいです。はい、じゃあ戻りまして曲全体の解説に入っていきます。イントロなんですけど、ずーっと言って最後にこのツタタタタタタ、今日このツタタタタタタいっぱい出てきますからね。ねね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 、後半です。ねね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 ツタタタタタタタ、よーくーっと入ってきます。これ最初にチャを弾いといて、チャタタタタタタ、おかずと言って次のねバースに行く前にちょっとこう盛り上げてからドーンと次に行くというような、このツタタタタタタタ、はい、よく出てくるんで今日はちょっとお見逃しなくと。で、このちょっと似てるんですけど違う決めが出てきます。A メロ入ってきます。夜のデートは危険をすぎる、8ビートのチャーですね。だからどうも、次です。おまここ、はい、今のカッティングでダツツダツツダツ、わかる、これもカッティングでいけたら最高。ダンジャタンタジャンタツツタツツタツですね。D7 からカッティング、これは結構ね、慣れないと難しい、ノリが変わるからね。だからどうしたお前の気持ちだろう、こんな感じ、ダツツタツツタツ、はい、カッティングが難しかったらダーチャターチャターでいいと思うんですけどね。お前の気持ちあ、でもカッティングをしないとちょっとこれ決めっぽくならないな。ダツツダツツダツ。できたら、入れてみてください。はい。で、あとはもうずっとシンプルにツタタと8ビートにしちゃって、もうずーっとひたすらいきます。で、もうこれで解説終わりでした。いやーもうとにかくシンプルまっすぐなんですよ。ストレート、ド直球。この愛を止めないで、恋を止めないで、もう、なんた、この今を正直に恋をしようよというエネルギーがまっすぐドーンと突き進んでいく。8ビートのチャに乗せてやっていきましょう。何回も言うけど、この曲のポイントはやっぱボーカルの歌のリズム感。もう出かける時間だろう、しっかりコロン叩いてとか、B メロのお前みたいにそんな綺麗事ばかり考えたら、これ切れ味ですね。このもうカミソリのような吉川晃司さんのこのキレッキレのこのドライブ感をね、やっぱ歌で表現する。これ、あとそれプラス、この8ビートのチャの気持ちがいい感じ。ダン、スタスタ、タカダン、タカスタ、気持ちいいから早くなんないように要注意でございます。はい。いやー、これは絶対盛り上がれるやつです。逆にさっきの、ダー、カカカカタダーとか、こういう弾き方を入れるのもいいんですけど、8ビートのチャでめちゃくちゃもうね、疾走感満載で気持ちよくやる。これを一番前提に置いとくと、すごくいいと思いますよ。はい。いや、もうエネルギー一緒にやっていきましょう。コンプレックスの声を止めないでガズレレ流かっこいいバージョン。やってみる1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 77, 88, 89, 90, 81, 82, 83, 74, 75, 76, 77, 78, 89, 90, 81, 82, 83, 74, 75, 76, 77, 88,
らい考えたら恋なんてもうするもんじゃない。お嬢さんのつもりが臆病になってるだけ。部屋にこもって夢見るのかい。うちの前で待ってるよ誰が引き止めても。土曜の夜さ船出してあげる。声を止めないでガズレレ流かっこいいバージョンやってみた。これはですね、なぜかもうウキウキする。もう最後 のサビのところでこう開ける感じ。それまで A メロ B メロが言葉がギュッと詰まった中でサビになったら急に Don't stop my love、 急にこうバーッと開けるような、これがもうめちゃ気持ちがいいんです。もう熱唱していきましょう。原曲キーですから、吉川浩司さんと一緒のキーですからですね、男性諸君これは大いに歌えると思います。楽しんで歌っていこう。さあ、お知らせなんですけど、この本出てます。はい、ガズの最新の本です。ご機嫌ガズレレーズ、これ架空の本じゃなくてエッセイ本ですからね、めちゃくちゃいいこと言ってる本です。ご機嫌に演奏できる、ご機嫌に生きていける、もうそんな楽しい言葉がいっぱい詰まってる本、主婦の友社から全国発売中、チェックよろしくお願いします。はい、そしてガズレレではね、楽譜の本をですね、リッドミュージック社さんというところからで、ね、もうたくさん出しております。ぜひこんな感じでずらーっとラインナップがありますんで、皆さんぜひお手に取っていただければと思います。 Amazon とかでガズレレってやったらずらーっと出てきますし、書店さん、楽器店さんなどでも取り扱いがあって、もうベストセラーですから、今年20万部もう超える勢いでございます。ありがとうございます。まあ、それだけで分かりやすくてね、もうご支持をいただいているということで、これ簡単バージョン の楽譜なんで、かっこいいバージョンはどんどん自分で書き込んでいく、そして自分で世界で一冊の自分だけの本を作り上げていく、そんな感じの本となっております。よろしくお願いします。あとね、ガズレレ G ラボではですね、アプリがあるんですよ。ガズレシピというアプリがあります。このアプリぜひダウンロードしておいてください。無料で見れる楽譜もありますけど、この楽譜 の、ね、ここの中で、楽譜もゲットできるんですね。で、ガズレシピのアプリの中で楽譜の管理ができたりとか、もうすごくいいんです。そのアプリの中でメトロノーム機能がついていたりとか、もうめちゃくちゃね、分かりやすいです。で、このね、ガズレシピの楽譜はかっこいいバージョンと簡単バージョン両方書いてあるっていうのが特徴で、さっきのリッドミュージック社さんは簡単バージョンだけで、こっちは両方書いてあるということですね。なかなかいい楽譜になっています。あと書籍、本当の本もこっちもありますから、ぜひこっちも、見てみてください。で、ガズレレのウクレレではですね、見てください、ここにほら、水引きが挟まっていたり、毛糸のストラップだったりとか、あとキャップだったり T シャツとか、可愛い色のバッジだとかキーホルダーとかね、もうめちゃめちゃいっぱい、トートバッグとかウクレレのバッグとかいろいろあるんですよ。その辺のことこれ公式ホームページのこのねバナーに行ってもらうといっぱい載ってますんで、ぜひいろんな可愛らしいグッズチェックしていただきたいというふうに思います。あとちょっと親戚のチャンネルでガズピアノっていうのをやってるんですよ。これもめちゃくちゃ面白いですよ。私ガズが発明した世界で一番簡単な弾き語りに特化した鍵盤楽器のプログラムです。弾き語りプログラム私が発明してますから、安心してガズレレでできる人だったら余裕です。誰でもできるピアノ弾けたり、ぜひガズピアノもチャレンジしてみてください。さあ、そんな感じであっちからこっちから音楽楽しんでいこう。音楽を聴くよりやる方が楽しい。ぜひガズレレ、ガズピアノをご活用していただいて、どんどん楽しい音楽人生を送っていってください。それでは皆さんごきげんよう。あ、ガズレレ公式ホームページ見たら大体のこと書いてあるんで、チェックお願いします。さようなら、バイバイ。